立川氏の太郎6月15日隊は、埼玉県富士見野市出身の落語家。本名は、小川明。血液型、B 型。落語立川流、立川市の助門下6番弟子の2つ目。出林は、末広がり、門は丸に、左3回待九1985年生まれ、埼玉県富士見野市出身。日本大学経済学部を卒業。十二歳の時に、 立川し之の落語に出会い、落語の面白さ、凄さに気づく。以来、都内近郊でのし之の独演会に足しげく通う中、し之落語インパルコでの中村中蔵を見て入門を決意。2010年4月、し之に入門。前座名、心野しの太郎。し之すけ文化6番弟子。同年10月、てるてる亭でのし之の試みにて、 初講座、鶴。2015年4月、2つ目に昇進。同年7月より、金目町のアトリエ第7秘密基地にて、自主公演、肝心用の落語会を、ほぼ毎月開催。BGM や照明にまでこだわりが感じられる会となっている。2016年9月池袋、シアターグリーンボックスインボックスシアターにて、1年、北旗落語会開催。 同年の池袋演劇祭特別参加。古典落語を中心に身近な話題をテーマにした新作落語も意欲的に創作している。なお地元富士見野市に隣接する自治体を引き合いに出したびたび SNS 上で地元の文化事業について発信している。ありがとうございます。